笠原が登場いたしました。今日はですね、8月28日、エンゼルス対パドレスということで、ダルビッシュさん、そして大谷さんもいるかもしれないので、今から球場できんかもしれないですけど、行ってきたいと思います。それでは行きましょう。Shohei Otani. Thank you. Today, Big Fly Otani san. Shoki Kasahara. My name is Shoki Kasahara. Oh, very nice. Yes. Future Angels. Por favor. Misa go. もしダルビッシュさんが、気づいていただけて、本当機会があればお話しかけたいと思います。はい、大谷翔平さんは、何もコンタクト取ってないんですけど、やっぱアメリカの大きさ、そして、ね、人の心の偉大さを僕は感じました。はい、それではダルビッシュさん待ってみましょう。来るかな。チャンスタイムな気がするよ。試合前のエンジェルスタジアムです。ぶん投げてますね。日本の宝ですね。日本の宝と球界のゴミが今一緒にいます。はい、とんでもないことです。聖書ですね。
行っちゃって。うぅぅ、周りも酔って、あのお酒に酔っ払ってきた最高潮の時の大谷さんです。5回裏ビッグフライね。それでは、中を見ていきましょう。こんな感じだな。ビッグフライ大谷さん、チームストア、いろんなグッズが売ってますね。エンゼルスの帽子からパーカー、すごいっすね。ユニフォームもあります。ホーム用、ビジター用ね。背番号はないな。やっぱね、見たら人気なのがやっぱ大谷翔平さんとやっぱトラウトですね。女性用のパーカーもありますね。かわいい。こういうのも売ってあるんですね。タンクトップに、はい、あ、日本人の方、おはようございます。どうも。やっぱユニフォームは大谷翔平さん買われるんですか？そうですね、野球しようよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、勝原さんですか？あ、だからそうです。知らんけど。知らんけど知り合いでしたさあ、いろんなグッズが売っててですね。あ、日本人の方いらっしゃいませ。やっぱ大谷翔平のファンですか？ファンですね。なるほど。やっぱ品揃え多いっすね。はい、やっぱりこういう、なんだろうな、日よけ用のやつだったり、いろんなモデルの帽子が売ってありますね。確かに。うん、車両ちょっと、すごいっすね。はい、ということで僕は今日はですね、もちろん大谷翔平さんのユニフォームを買ってですね、帽子もかぶって、応援したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。野球しようよ。センキュー。